お願いします。Seas conocido, yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo. Te quiero llevar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo y sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo y sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, en todas partes te llevaré. おはようございます。 Good morning。 今皆さんと一緒に神様を礼拝するときに、自分の教会にいると同じ気持ちになりました。目を閉じて神様を礼拝していると自分の教会にいるみたいでしたね。そして目を開けると、ああ先生いる、ここは北海道と思います。また目を閉じると、自分の教会と同じ、もう本当に素晴らしい主の臨在、
目を開けると、ああここは ICF。 でも本当に今ちょうど私たちの教会は、11時から第3番目の礼拝、今皆さん同じように賛美している時間と思いますね。本当に同じでした。神様の臨在は本当に同じです。まあ多分栃木県と札幌は時差ないでしょ。多分ないと思います。本当に素晴らしい皆さんは、まあ、今ジェリー先生言いましたように、本当に主の臨在いっぱいある教会はそんな日本多くない。日本に大体プロテスタントの教会は6000あると言われています。牧師いない教会もたくさんあります。でも牧師いても、まあいない方がいい教会もあります。まあここは本当に素晴らしい牧師スタッフ皆さんは幸せと思いますね。もう礼拝している時、もうおいしい礼がいっぱいもらいました。だからもうお腹いっぱいですね。皆さんもそうでしょ。アーメンですか。まだ食べたいですか。ああそうですか。私たち人間はこうある状況がずっと続くと、それが普通だというふうに思ってしまうことがありますね。あのこういう実験があります。大きな水槽あります。水がいっぱい入って、そしてそこに魚を1匹入れますね。ナマズですね。ナマズを入れますね。そしてその水槽のこの端っこから餌をポンと入れます。するとナマズは、まあ、ここにいてパクッと食べるんですね。そうやってそれをまあ何回か繰り返します。するとポトンと落とすと、まあ、パッと食べるんです。ところがですね、そういうふうになってから、この水槽の真ん中にちょうど透明のガラスを置くんです。仕切りですね、向こうに行けなくなるんです。でもナマズは知らないですから、同じようにこう餌を落とすとですね、それに向かって行くんですけど、ここでガラスがあるのでバーンぶつかるんです。でも何回もぶつかってるうちにナマズもだんだん学習します。もうだからこう落としてもですね、行かなくなるんです。もう行けないと分かるからですね。そうやってもう行かなくなったら、今度はそのガラスを抜くんです。そして餌を落としますと、ナマズはもう行かないんです。どんなにお腹が空いてももう行かないんです。もう行けないと思い込んでしまったからです。そしてどんなに餌をやってもナマズはそのままもう餌がないから、飢えて死んでしまうんです。こういうのをナマズ食わずで死ぬって言うんですけど、ですからある状況が続くと、それがまあ普通のようになってしまいます。私たちクリスチャン生活も、まあ何も喜びない、神様の臨在ない、奇跡もない、それが何十年も続くと、あこれが普通。もし何か奇跡の話聞くと、それはおかしい教会でしょ。何か癒しの話聞くと、それはちょっと変な教会でしょ。でもどちらが変ですか。私たちは何がスタンダードで、何が本当の教会の姿かを聖書を見なければならないんです。使徒の働きという書物があります。それは聖書は教会が誕生した2000年前の最初の教会の姿がずっと出てきます。それが教会のスタンダードです。それが本当の教会の姿です。ですから私たちはその使徒の働きの教会の姿と自分の教会を比べて、もし違っているならば私たちの方がおかしいんです。今日の聖書の箇所は出ます？出ない？出ましたね。はい、使徒の働きの4章のところですね。皆さんぜひ自分でですね、この使徒の働き、使徒行伝、ずっとお読みになってみたらいいと思います。そして自分の信仰生活と比べて、もし皆さんと聖書と違うならば、皆さんは変えなきゃならないと思います。4章のところは何が書いてあるかといいますと、この教会が迫害されます。そして捕まって、もうイエスについて話すなと脅されます。
するとこのペテロたちはこういうふうに祈ってますね。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。次出ます。そう、はい、御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。こう彼らは祈ったんです。語るなとこう言われたら、もう語りませんじゃない、もっと大胆に語らせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ、その神の言葉を大胆に語り出した。語るなと言われたら、彼らは大胆に語り出したと書いてあります。今素晴らしい賛美ありましたね。壁がない。しばしば壁を感じるのは私たちの方が勝手に壁を作ってるんです。まあ、あの人に話しても無理かな、この人に話しても難しいかな。でも大切なことは、全ての人は救いを必要としているんです。全ての人はイエス様を必要としているんです。今その人が必要だと自覚していないかもしれない、でも必要としているんです。だから大胆に。この箇所の前後をずっと読んでいきますと、その初代教会のクリスチャンたち、聖霊が本当に生き生きと働いてくださった時代の、そういう教会の姿はどういう考え方、どういう姿を持っていたか、よくわかります。まず一番目に、彼らは祈りには力があるということを信じていました。迫害されて、語るな、もうこの地域から出ていけ、そう言われた時に、彼らは集まって会議をしなかったんです。そう言われたけどどうする、何かいいアイデアないか、何かもうちょっと素敵なプログラムないか、周りの人にこう受け入れてもらうような何か方法ないか、会議してないんです。彼らは祈ったんです。どうして？祈りには力があると信じたからです。そもそも初代教会のスタートは祈りから始まったんです。イエス様が天に帰っていかれる前に、あなた方は上から力を受けるまでエルサレムにとどまって約束のものを待ちなさい、聖霊を待ちなさいと言われて、彼らは祈ったんです。男の人が約120人、2階座敷最後の晩餐の部屋に集まって祈っていたんです。そこに聖霊が来られて、そして教会が生まれたんです。救われた人、ペテロの説教で3000人の人がその日救われたと書いてありますね。その人たちは何をしたか、毎日集まって神をたたえ祈っていたと書いてあります。なぜ彼らは祈ったか、それは祈りに力があるということを知っていたからです。初代教会の人々は祈りは物事を変える力があるということを知っていたんです。ヤコブの手紙の中に、義人の祈りは働くと大きな力がありますと書いてあります。そしてエリアが祈ったら3年6ヶ月雨が降りませんでした。私たちクリスチャンの祈りは、そういう自然界をも支配する力があるということをヤコブは言ってるんです。義人の祈りには大きな力があるんです。皆さん義人ですか？アーメンがちょっと少ないんですけど、まあ、皆さんが美人であることはよくわかります。でも義人ですか？義人とはじゃあ誰ですか？イエス・キリストを信じると、その人は義と認められる、神様の前に正しい人と認められると書いてあるんです。だからあなたがイエス・キリストを信じているならば、あなたは美人の義人です。アメン。どっちの方にアメンですか？美人の方？両方アメン。皆さんの祈りには大きな力があるんです。でもどうして多くのクリスチャンはあまり祈らないんでしょう。実は悪魔は私たちの祈りを恐れているんです。クリスチャンがひとたび祈り始めると、霊的な世界に大きなインパクトが与えられる。悪魔はそれを恐れているんです。だからクリスチャンにできるだけ祈らなさせないようにするんです。祈ろうとすると電話が鳴ります。祈ろうとするとすぐ何か思い出します。悪魔は私たちの祈りがどんなに恐ろしいかよく知ってるんです。だから祈りの他のところに興味と関心を向けさせようとする。でも初代教会の人々は祈りの力を知ってました。だから何かあるとすぐ彼らは祈ったんです。ここもそうですね、祈ったんです。
皆さん祈ってください。皆さんの祈りには大きな力があります。物事を作り変えていくんです。私たちの教会では時々ですね、中国の家の教会に聖書を運ぶという、そういう奉仕をさせていただきますね。である時に、2人の姉妹が、他の教会の人たちと一緒にこう聖書を運んだ時に、彼らはその運んだ聖書を、ある向こうの家の教会の指導者ですね、その人のところに聖書を運ぶという使命をもらったんですね。で、地図書いてもらって彼らは行きました。その人は、すごいアパートの12階に住んでる人なんです。で、古い建物ですから12階ですけどエレベーターないんですね。で、大きなバッグを2つ抱えてその階段を上っていかなきゃいけないんです。でも中国の公安の人はその部屋をマークしてるんですね。そこにはもうクリスチャンのリーダーが住んでるから、どういう人とコンタクトを持つのか、誰が訪ねてくるか、いつも監視がついてるんです。ですからその大きな荷物を抱えて日本人がですね、のこのこ行くと危ないわけですね。でもアパートの前まで行ったらどうしてもそこを通らなきゃならないわけです。で、姉妹たちは祈ったんだそうです。神様守ってください、無事にその届けることができますように。祈ってる時に突然大きなトラックがそのアパートの前に横付けになったんです。何かなと思って見てるとですね、大きな引っ越し荷物を運んできたんです。そこに誰かが引っ越してきたんですね。だから引っ越し荷物屋さんが大きな荷物を抱えてこうどん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 上がっていくんですね。彼女たちはその人たちに混じってその聖書を持って登ることができたんです。全然怪しまれなくて、まるで引っ越し屋さんの一人であるかのようにね。ちょうどいい時に、祈った時に神様はすぐ祈りの答えをくださったんです。彼らはものすごく励まされて帰ってきました。祈りがすぐ答えられるという経験をしたからです。だから彼女たちは祈りの力を知ったんです。だから帰ってきてから本当に祈りの人に変えられたんですね。中国の家の教会ではたくさんの奇跡たくさん起こっています。驚くべきことがたくさんありますね。ある4人の姉妹が、中国の家の教会の姉妹が、列車で12時間ぐらい離れたところで、大きな政界カンファランスがあるってことを聞いたんですね。で、彼女たちはどうしてもそこに参加したかったんです。で、その切符をね、4枚、何とかして手に入れました。で、その日ですね、乗って行こうとしたんです。ところが列車が動かないんです。動かない理由はですね、あまりにもたくさん人が乗ってしまったために重量オーバーで動かないんです。そのうち列車の中からですね、誰か降りろってこういうふうに声がね、動かないから降りろ、乗りすぎだ、降りろって言うんですね。で、その4人の姉妹はちょうどその入り口のところ、ぎゅうぎゅう詰めの入り口のところやっと乗せてもらったんですね。で、だんだん入り口のそばにいる彼女たちにこう視線が集まってくるわけですね。お前たち降りろっていう、こう無言のプレッシャーですよね、こうね。で、もう彼女たちはこれに乗り遅れた正解に間に合わないので、もう必死でその掴んでるわけです。でももうそばにいる人たちが無理やり引き離して、お前たち降りろって投げ出されてしまったんです。彼女たちはもうせっかく手に入れ、苦労して手に入れた切符、せっかくそこに行こうと思ったのに行けなくなってしまったんです。列車はそして行ってしまったんですね。でも彼女たちは何をしたか、線路を歩いていこうって、12時間列車かかるところを歩いていこうって言うんですよ、でも彼らは賛美しながら祈りながらずっと歩いていったんです。1時間ぐらい歩いたときに列車が後ろから近づいてきたんです。で、彼女たちを見ると止まってくれたんです。実はそれね、臨時列車だったんです。で、見ると中スカスカです。スカスカで、ですから彼女たちはそれに乗って、しかも座っていくことができたんです。で、また2時間ぐらい走ったらですね、前の列車が谷底に落ちたって騒いでるんです。それは実は彼女たちが乗る予定の列車だったんです。多くの人たちが亡くなったり怪我をしました。その時に彼女たちは本当に主が守ってくださった。で、その聖会にいた時にその証をしたんですね。300人ぐらいの人たちが洞窟みたいなところに集まって、みんな賛美して聖書の勉強とかしてるんですね。もう神様をみんなが讃えたんです。祈る時に天が開けて、
物事が変わるんです。祈りというのは私はいつもこう思いますが、水道の蛇口みたいですね。ある人は祈っても祈らなくても神様の御心だったら必ずなると、そういうふうに言う人がいます。まあ祈らなくても神様がしたいならばするでしょうと、ね、神様が誰か救いたいんだったら救うと思いますよ、別に私祈らなくても。それは私たちの祈りというものを誤解しています。皆さんが例えば水を飲みたい、空のコップを持って水道のところに行きますね。そしてそれをこう置きますね。いつ出てくるんですか。蛇口を上げた時でしょ。あれ下げた時かな、回した時かな、いろいろタイプありますので。でも蛇口に触らないと出てこない。水はもう水源地からずっとパイプを取って皆さんの家庭まで来てるんですね。でしょ。だからスーパーで、ね、蛇口だけ買ってきて壁につけても出てこないでしょうね。絶対無理です。昔そういう人いたらしいですね。田舎の人がね、都会に出てきて、都会でこう水道を見てね、あれは便利なもんだ、あれ一つ買って帰ろうって言って買って帰って自分の家につけたんだけど何も出なかったって話。水源とつながってるから。でもそこまで来てるんだけども、水は蛇口をひねるまでは出ないんです。確かにあなたの家族、あなたの友人、救われる神様の御心です。でもそれは神様はあなたと一緒に働きたいんです。あなたの祈りを通して働きたいんです。祈りというのはだから蛇口をひねる作業なんです。神様どうぞ救ってください、お願いします、あの人が救われますように。その時に初めてその水が出てくるんです。聖書はイエス様は私たちの頭で、私たちは体だって書いてあります。私たちの体のと同じだ。頭はイエス様で、私たちはこのそれぞれの体ですね。皆さんちょっと自分のことを考えてください。皆さんが考えたことを体を使わないで表現できますか。どうですか。例えば目の前に愛する人がいます、もう愛は溢れています、頭と心に。で、表現してください、こと体を使わないで。できますか。いや、言葉も使っちゃダメですよ、口を使ってるんですから。無理ですね。どんなに思いがあっても、どんなにアイデアがあっても、私たちの体を使わないと。体でハグしてあげる、言葉で大好きです、愛してます、表現します。体で表現するでしょ。体使わなかったら何にも。イエス様がどんなに素晴らしいアイデア、御心、計画を持っていらっしゃっても、体であるあなたが動かなければ何一つ成就しないんです。神様の計画完全です。神様の御心素晴らしいです。でもあなたと一緒にイエス様働きたいんです。初代教会の人は知ってました。蛇口をひねらなければ水は出ないって。その当時は水道なかったです、もちろんね。でも私たちは神様と一緒に働くんです。それはあなたの祈りを通して。ですから初代教会の人々は何かあるとすぐに祈ろう、何かあるとすぐに集まって祈ろう、祈ろう、祈りましょう、祈りましょう、祈りましょう。祈りは物事を変えると知ってた。それが彼らの世界観なんです。それが彼らの常識だったんです。二つ目、それは御言葉に力があるということを彼らは知っていました。だから御言葉を大胆に語らせてくださいと祈ったんです。御言葉は生きていて力があると、ヘブル人への手紙を書いてあります。イザヤ書を読むと、神の口から出た言葉は必ずことを行うって書いてあるんです。虚しく帰ってこないって書いてあるんです。神様の御言葉は偉大です。昔ある一人の大学生が、まあ、すごくこう理屈っぽい大学生が宣教師のところに、最初は英語をまあ習いに行ってたんですね。でも宣教師の方は英語を通して、まあその人に福音を語りたかったんです。で、この神様の話をするとですね、まあ、いろんな理論付けをしてですね、学生がこういろいろ文句を言うわけですね。質問したいね、わけの分かんないね、質問する。でもいつも最後はね、宣教師がこう言うんです。でも人は、いいですか、愛する兄弟、でも人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けるとか決まっていると聖書に書いてある、でこう言うんですね。まあ、最初は学生、聖書の言うことでしょ、そんなことは私には関係ありませんとかね。でまた次来るんです。でいろんな議論するんです。議論をふっかけるんです。で宣教師は丁寧に答えるんですが、最後に、
あのね、人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが決まっているよって言うんです。でいつも別れるときはその言葉を言うんです。あのね、人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが決まっているよ、聖書の言葉ですね。それが半年ぐらい続いたんです。毎週英語を勉強してくるんです。でいろんな議論をふっかけてくるんです。で宣教師は時々答えが見つからない時もあるんです、ね、でも最後に人は一度死ぬことと死んだ後に神の裁きを受けることが決まっている、聖書の言葉に。で半年ぐらい経った時にその学生が夜寝てる時にね、その言葉がわーっと頭の中に響き始めたんです。人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが決まっている。もし自分が今死んだらどうなるんだろう。自分は裁きを受ける。ものすごく遅くなったんです。もう夜中ですよ。彼は飛び起きてですね、宣教師の家に行ったんで、たんたんたん、先生起きてください、どうしたんですか。イエス様を信じたいです。神様の言葉が彼のうちで働き始めたんです。力を持って、ね、今日も皆さんに言います。人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることは決まってるんです。あなたがイエス様がなければ天国に行けないんです。私が決めたんじゃないんです。聖書がそう言っています。アメリカのロサンゼルスの近くにコスタメサという場所があります。そこにカルバリーチャペルという教会があります。牧師はチャック・スミスというとっても素晴らしい神様の器ですね。もう日本にも、ね、いらしたことありますけど、彼 の, そのセミナー行ったんですけどね、もう見てるだけで恵まれる人、もう本当にニコ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 したおじいちゃんでね、素晴らしい。でも彼はたくさんの若者イエス様に導いたんです。1970年代にいわゆるそのジーザスムーブメントというたくさんのヒッピーね、先生も元ヒッピーらしいですけど、ね、そういうまあ、いわゆるこの世をもちょっと捨てたようなね、そういう若者たちをたくさんイエス様に導いた人です。で今そういう若者がもう牧師や伝道者になってて、世界的に用いられているんですね。でこのチャック・スミス先生がね、ある時そのヒッピーの人にね伝道して、そういう人たちがたくさん教会に来るようになったんですって。ところがね、その人たちはまあ汚いんですよね。風呂にも入らないとか、髪もひげもボーボーだし、裸足で歩いてそのまま来るんですね。そうするとその新しく建てた教会の絨毯とかがね、彼らが来て帰るともうみんな汚れる、泥だらけになったりね、ソファーベンチが汚れたりね、あと掃除するのが大変なんです。である時ね、教会の役員たちがね、チャック、パスターチャック先生、あの汚い若者も教会に呼ばないようにしてくださいと、見たここ泥だらけじゃないですかと、せっかく私たちは新しい街道を作ったのにね、もう彼らに汚されたくないですと、私たちはもっときれいな人たちにだけ伝道しましょうって、汚い若者は他の人たちに任せたらどうですか。でもチャック・スミスは、いや、神様は彼らに対する重荷を私に与えたんです、だから彼らを続けて受け入れたいです、だからあなた方もぜひ彼らを愛してほしい、こう言ったんですね。そして次の日曜日です。また裸足で汚れた、ね、ヒッピーがいっぱい来たんです。とチャック・スミスは入り口のところに立ってですね、雑巾とバケツを持って彼らの足を一人一人こう洗い始めたんです、ね、ごめんね、文句言う人いるから足洗って入ろうねってきれいに全部一人一人の足を洗いながらね、どうぞ、じゃあ足だけ洗っていこうね。その姿を見ていて文句を言った教会の役員たちが本当に悔い改めたんです。ああ、私たちは愛がなかった、イエス様の目で彼らを見てなかった、ね、そして教会が爆発的に成長していくんですね。でもそういうね、チャック・スミス先生も最初開拓伝道した時に2年間、家族から始まって2年彼が伝道してですね、17人しか成長しなかったんです。まあ日本だったら2年でね17人になったらすごい成長だと思いますけど、でもね、まあアメリカだったらそんなね、まあ、失敗かもしれませんね。で最初はチャック・スミス先生はその、まあ、教会でサポートをもらえないので、その仕事をしながらね、スーパーマーケットでなんかパートタイムの仕事をしながら、そして伝道してたんです。ところが、まあ、借金ができたんですね。416ドルかなんかの借金が。
できたんです。それを月末に払わなきゃならない。でもないお金が。神様どうぞ必要を満たしてください。でその日の朝聖書を読んだ箇所はピリピの手紙なんですね。神様が天の祝福をもって全てのあなた方の必要を満たしますっていう箇所なんです。もう彼は牧師ですから何度も何度もその箇所を読んでるんですね。あ、神様満たして満たしてくださる、もう知ってる知ってると。でその時にですね、その仕事をしてるで、パートタイムの仕事をスーパーマーケットのそのオーナーの人がね、チャック・スミス先生一生懸命真面目に働きますので君はあの今パートタイムだけどフルタイムで働いてくれないか。そしたら当然給料も上がりますね。でも伝道する時間は減ります。で彼は悩んでたんです。チャック・スミスはね、もしフルタイムでしますって言ったら、まあ、給料がポンと上がってすぐ借金なんか払えるわけですよ。でどうしようかなどうしようかなどうしようかなって悩んだ時にね、電話かかってきたんです。ハローするとですね、友達からもう長年ずっと、まあ、友達だったけど連絡全然なかったんです。その遠いところにいる友達がね、チャック今朝ね祈っていたら君のこと示されたんで小切手送るよ。いくらって聞いたら425ドル、必要なのは416ドルだったんです。でも全然予想もしなかった友達が今朝祈っていたら君のことを示されて425ドルの小切手ね送ったからね使ってくれ自由にって言ったんです。電話を置いて彼はうわー主を感謝しますって踊りながら喜んだんです。主は必要を満たしてくださるね。その時にね主がこうおっしゃったそうです。どうして喜んでんだチャック、なんで喜んでんの。いや主よ今友達が425ドルの小切手送ってくれたんです。私の必要を満たしてくださったんです。感謝でしょ。でもお前まだ手にしてないよね。送るって言っただけで実際にまだ来てないじゃないか。なんで喜んでんの。いや彼は本当に正直で約束必ず守る友達ですから彼が送るって言ったらもう私は持ってるのと同じことですよってこう言ったんです。そしてその時に主が彼におっしゃった言葉をが彼の人生を変えたんです。神様こうおっしゃったんです。でも今朝私があなたにその約束の言葉を与えた時にあなたはそんなふうに喜ばなかったね。私は今朝聖書を通して全ての必要を満たすって約束したよね。でもあなたはその時そんなふうに喜ばなかったでしょ。でもお前は友達の言葉ではそんなに喜んでるのに私が約束した言葉にはそんなふうに喜ばなかったよね。彼は頭をガーンと殴られた気がしたんです。牧師で聖書は神の言葉ですって毎週説教してるのに自分の必要を満たすという言葉を読んでもまあそれは知ってる知ってる、でも現実はもうちょっと難しいねと思ってしまう。で友達が送った時に喜んだんです。お前は本当に人の言葉を信じるのか私の言葉を信じるのか。彼はその日にはっきり主に決めたんです。主よあなたの言葉を信じます、あなたの言葉だけを信頼します。それからです彼の教会がわーっと成長したの。ですから彼の説教スタイルはね、こう聖書を始めから終わりまで順番にこうね語っていくんです。毎週毎週ね、神様の言葉、約束の言葉。もし皆さんイエス・キリストが皆さんの 目に見える姿で2000年前のようにね、目に見える姿で皆さんの前に今日今お立ちになって、私はお前を愛してるよ、お前がこれから天国に帰ってくるまでいろんな必要があると思うけど何にも心配しなくていい、全部与えてあげるから、そう言われたら皆さんどうします。いやでもイエス様あなたそうおっしゃるけどそれちょっとね私信じられないですよ、ちょっと無理だと思いますね。反論しますか。しないでしょ。主を感謝します、もう信じますって言うでしょ。でも聖書にそう書いてあるということはイエス様があなたの目の前に立ってそうおっしゃってることと同じ意味なんです。思い煩うな、私は天の窓を開いてあなたの必要を全て満たしてあげるとおっしゃっているんです。皆さん聖書は神様の言葉です。初代教会の人々は知ってたんです。初代教会はもちろんねまだ私たちが持っている新約聖書はないんです。旧約聖書しかないんですね。でも彼らは旧約聖書の言葉を本当に神の言葉としてしっかり握ったんです。私たちもこの聖書の神の言葉、
これを毎朝開いて読むときに、目の前に主がお立ちになってあなたに個人的に語ってくださる言葉として私たちは聞くべきです。そのぐらい真剣に、そのぐらい真摯な思いを持って聞くんです。御言葉があなたの人生を変えてくれます。初代教会の人々は御言葉に力があるということを知っていました。3番目に、イエス・キリストはよみがえって今日ここにおられるという信仰を彼らは持っていたんです。興味深いことは、この、私は説教者牧師ですから、その初代教会のペテロとかヨハネとかパウロがね、どんな説教をしたんだろう、そんなにたくさん残っていませんけど、残ってる説教ありますね。興味深いことはね、彼らの説教のポイントは何かっていうと、復活のキリストなんです。十字架のキリストじゃないんです。復活のキリストなんです。もちろん十字架のキリスト大切ですよ。イエス・キリストにしか救いがないから、イエス様が十字架にかかられなかったら私たちの罪の贖いは完成してない。だから十字架のキリストはどんなに強調してもしすぎることはありません。でも初代教会の人々はそれと同じぐらい復活のキリストを強調したんです。あの十字架にかかられあなたの罪を贖ってくださったイエス様はよみがえって今ここにおられる。現代の説教者の多くは十字架のキリストを語ります。復活のキリストを話しますが、せいぜいそれはですね、天国と関係づけて、キリストがよみがえたようにあなた方も永遠の命を持ってます、だから死んでも天国行けるんです。でも初代教会の人たちは、あのイエスがよみがえって今ここにおられます、ここにおられます。皆さん目に見えないですけど、ここにおられるんですよ今日。イエス様だけじゃない、御使いたちも今日ここにたくさんいるんです。皆さん天使の存在信じますか？聖書を読むとね、私たちは思いがけないほど御使いが出てくることに気がつきます。あのコンコルダンスっていう辞書があるでしょ、知ってます？コンコルダンスどんなタンスって言わないでね聖書国辞典のことです。聖書ごく、その例えば御使いとかね、天使という言葉を引くと、その聖書の中に出てくる箇所が全部こうそこに出てくるんです。たくさん聖書の中に御使いが出てきます。マリアさんに現れたガブリエルも御使いでしょ、天使でしょ、もういっぱい出てきます。天使の役割は何か、聖書にはっきり書いてあるんですよ。救いの相続者である者に仕えるために神が送られたんだって書いてあるんです。つまり私たちクリスチャンに仕えるために神様が私たちに送ってくださったのが御使いなんです。そして初代教会の人々は一人一人にその人専用の天使がいることを知ってたんです。だからあのペテロが捕まった時に、ね、彼が天使に助けられてこう出てきた時に、みんなはペテロが助かりますようにって祈っていたんだけど、ペテロがこう来たって言ったら信じなかったでしょ。それはペテロの御使いじゃないかって言ったんです。ということは彼専用の御使いがいるってことです。皆さん専用の御使いがいるんですよ。知ってました？あなたがイエス・キリストを信じたときに、天の父なる神様はあなたを助けるために、あなたに仕えるために御使いを送ってくださっているんです。自分の御使い見たことありますか？会ったことある？パッと急に後ろ振り向いたらいるかもしれないねえ、あの私たちの教会にね、すごくこう霊的に敏感な姉妹がいるんですよ。その人はしばしばこう幻を見るんです。彼女がね、初めて教会に来て、その礼拝に来た時ですね、こうチャペルのドアをパッと見た時にね、うわーって言ったんです。どうしたんですかって言ったら、これ何って言ったんです。何ですか、いや白い黒も黒も着た人がいっぱいいますよ、飛んでますよって言うんですよ。彼女には霊の世界が突然開けて、そこにいる御使いたちが見えたんです。今日皆さん見えなくてよかったね見えたらもうそんなに平気に座ってられないですよ、冷静には。御使いがもういっぱい売れてるのを見たらもう興奮して、説教を聞くどころの話じゃないんです。だから主の憐れみによって見えないんですでも皆さんが帰る時もね、皆さんの御使いはね、一緒に帰るんです。素晴らしいね、主は私たちを守るために御使いを送ってくださった。私の、 友人でね、パキスタンで伝道してる人がいるんです。
彼はね、自分の天使に名前つけてるんです。ジョンソンという名前をね。まあそれは聖書的かどうかわからないんですけど、ジョンソンってつけてるんですよ。でね、ある時祈ってる時にね、彼はその幻を見たんです。一人の男の人が橋の上からこう飛び降り自殺をしてるね。でその男の人をよく見たらですね、時々教会に来るノンクリスチャンの人なんです。でその橋も分かったんです、どこの橋か。ですぐ止めに行かなきゃいけないと思ったんですけど、もう距離があるわけですね。で彼は、ね、すぐね、ジョンソン頼むって言ったんです。で彼は自転車に乗ってその橋まで行ったんです。10分ぐらいかかるところね。そしてそこに着いたら、その飛び込んだ男の人がですね、橋の上でね、なんかこう気を放心したように座ってたんです。大丈夫ですかって聞いたらね、あ、なんで私はここにいるんでしょう、確かに飛び込んだはずなのになんでここにいるんでしょうって言うんですって。理由は分かりますね、皆さん今説明したから。ジョンソンが働いたんです。本当ね、落ちることがないように御使いを使わしてって聖書にあるようにね。御使いを礼拝しちゃダメですよ。御使いは私たちに使えるために神様が送ってくださったんです。霊的な世界は本当に素晴らしい、ね、皆さんを守る御使いがいるんです。まあ主よ、私の御使いと一度は会いたいですね、会わせてください。私いつも願ってるんですけども、まだ会ったことないです。でももっと素晴らしいことは、御使いよりももっと素晴らしいイエス様がよみがえって私たちともにおられるんです。あのイエスは、あなた方が十字架につけたあのイエスはよみがえって今日ここにおられる復活のキリストです。十字架のキリストはまあ2000年前の出来事です。でも復活のイエス様は今日のことです。今日の私たちと関係があるんです。キリスト教というのは昔2000年前あるいは4000年前に人々がいろんな書いた聖書を勉強するとこじゃないんです。だから教会って、あの日本語よくないですね、教える会って書いてあるから、教会ってなんか勉強しに行くところだと思ってしまうんです。まあ勉強もいいですよ、必要ですよ。でももっと大切なことは、よみがえって今日ここにおられるイエス様に出会うことです。私たちはその方に礼拝を捧げたんでしょう。その方に感謝を捧げるんです。初代教会の人々にとってはよみがえったイエス様はまさにリアリティを持って彼らは感じてたんです。ここにおられる、それが彼らの信仰が生き生きとした理由ですね。何年か前にスペインに行きました。スペインはカソリックの国です。ヨーロッパで唯一宗教改革の影響を受けていない国だというふうに言われています。だから 99% ぐらいカソリックです。でももうカソリック教会は力を失っています。大きな何千人も入るような教会堂がいっぱい立っていますけど、日曜日行くとですね、本当におじいさんおばあさんみたいな人たちがですね、20-30人集まっているだけです。もうお城がガラーンとしてるんです、まあ、この教会で言えばこの前のその一列だけでね、それだけで礼拝しているような感じですよ。もう教会が力を失っているんです。だから若者は何を興味を持つかと、東洋の神秘主義です、オカルトです。あのマドリードの街歩いてる時ですね、なんかねこう変なポスターがいっぱい貼ってるのを見たんです。でその案内してくれた宣教師の先生に、これ何のポスターですか、たくさん街のあちこちで見ますけどって、これはカルト宗教の集会の案内です、なんかドクロの形をしたような、ね、今若者ですごく流行ってるんです。本当は教会で彼らの魂が満たされるはずなのに、教会が力を失ったんです。でその理由が分かりました。あるね、大きな教会に山の上にあったんです。でその山登っていくとき、下からこう階段がずっとこういうふうにつづら降りていますかね、こういうふうに階段があるんですね。でこの階段のコーナーのところにこういうなんかあのレリーフみたいなのがあるんです。こう階段の手すりみたいなところにね、それはイエス様の生涯がずっとこう書いてあるんです。受胎告知があって、そこから始まるんです。あのガブリエがやってきてマリアさんにね、あなた男の子を産みますって言ってる。それからこうクリスマスのね、イエス様が生まれたところ、それから12歳のイエス様、それから洗礼を受けているイエス様、それからイエス様が人々を癒しているところとかね、こうずっとあるんですね。でずっと一番上、最後はどこで終わってるかというと、十字架でつけられたイエス様で終わってるんです。で この後どうしたんですか、いやこれで終わりです、これがカソリックの信仰なんです。でもその後よみがえったイエス様があるんですよ、本当はね。でもそこないんです。なぜ教会が力を失ったのか、それは復活のイエス様を失ったからです。
確かにそう言われるとね、カソリックの教会行くと、マリア様がイエス様を抱いてるとかね、イエス様が十字架にかかってるって、こういうのはありますけど、あんまり復活したそういう場面って見たことないですね。私たちにとって大切なのはよみがえったイエス様です。初代教会はあのイエスは今日よみがえってここにおられる。皆さんがイスラエルに行くとイエス様のお墓があります。その入り口に書いてあります。 He is not here. He is risen. 彼はここにおられません。彼はよみがえられたのです。偉大な生涯の物語という映画があります。イエス様の生涯を書いたやつです。4時間ぐらいの大作です、ね。その映画にはですね、例えばハリウッドの大スターがいっぱい出てるんです。ジョン・ウェイン、西部劇の大スターですね。彼はね、百人隊長の役です。で、セリフ一つしかないんです。この方は誠に悲しい人であったって、それしか言ってないんです、ね。それからパット・ブーンという人も出てきます。彼はね、復活の時の天使の役です。で、墓にやってきた人たちに言うんですね、ここに彼はおられません、彼はよみがえたのですっていうセリフだけなんです。パット・ブーンだからパッと出て消えるんですよパッと出てブーンどっか行っちゃうんですけども、でもね、彼はね、彼はクリスチャンですね、素晴らしいクリスチャンですけども、彼がね、後でこう言ったんですね。私はたくさんの映画に出てたくさんのセリフをもらったけど、あのセリフが最高に素晴らしいセリフだった、ね。彼はここにおられません、彼はよみがえられたのです。まあ、クリスチャンにとって素晴らしい言葉ですね。彼は墓にはおられません、よみがえられたのです。人類の歴史にたくさんの素晴らしい人が生まれてきました。人々の尊敬を集める人がたくさんいます。でも彼らは今どこにいるのか、みんな墓の下にいるんです。たった一人です、その墓を破ってよみがえって出てきた人は、私たちの主イエス様です。初代教会の人々は、私たちの主はよみがえって今ここにおられる。最後に、初代教会の人々はなんて彼らは祈ったかというと、主よ、御手を伸ばして癒しを行わせ、知る人を不思議な技を行わせてくださいと言いました。つまり初代教会の人々にとって、奇跡や超自然的なことが起こるのは当然だったんです。あの癒しとか奇跡が何にもいない教会にずっといると、それが普通だと思うんです。あのナマズと同じです。でも本当は起こらない方が不思議でしょ。だって考えてください、私たちが信じている神様はどんな神様ですか。奇跡の神ですよ。奇跡の神を信じているのに何にも奇跡が起こらないとすれば、それは奇跡です。すごい奇跡です奇跡の神様を信じているのに、ね、私の人生何にもそういうことがない、ある意味奇跡ですよね。奇跡の神と共に歩んでいれば、私たちの人生は奇跡の人生になるはずです。ですから初代教会の人々が言う、彼は奇跡の神を信じた、だから癒しを行わせてください、知る人不思議な技を行わせてください、大胆に求めたんです。この教会が成長している理由はそうです。今真彦さんお話になったように、奇跡や癒しがあるからです。でも私たちはもっともっと、グドール先生はメキシコに行ってらっしゃったんですね。メキシコもリバイバルが起こっているそうです。すごい奇跡が起こっている、癒しが起こっているんです。後で聞いたらいいです、もうすごく励まされますよ。でも日本でなかなかないね。韓国ですごいリバイバル、台湾でもね、インドでもそうです、中国もちろんそうです、南米もそうです、ブラジル、アルゼンチンね、そしてアメリカやカナダでもリバイバル起こります。ロシアも起こってます。アフリカものすごいですね。なんか日本だけちょっとないみたい。ある人がね、なんでないのかな、多分ね、日本はイエス様に観光ビザ出したけどワーキングビザ出してないと思う来てください、でも働いちゃダメですよってね。私たちはイエス様にワーキングビザあげましょう。イエス様どうぞ働いてください、日本でも奇跡を行ってください。奇跡が起こるのが普通です。私たちは奇跡の神を信じているからです。初代教会の人々はそれが普通だったんです。それが常識だったんです。奇跡が起こらない方がおかしい、癒しが起こらない方がおかしい。私たちはこのように初代教会の姿を学ぶときに、なんと現代の特に日本の教会はこのスタンダードと離れていることでしょうか。
私たちは聖書を読むたびに本当に悔い改めます。神様、あなたは変わらないのになぜ現れが違うんですか。私たちの信仰が足らないんですか。私たちの献身足らないんですか。もしそうなら悔い改めます。そして本当にイエス様、あなたがあなたらしく働いてください。奇跡を起こしてください。アフリカでは死人がたくさんよみがえって聞いてます。日本でも同じことをしてください。日本にリバイバル与えてください。あなたの栄光を本当に受けてください。この国でも私たちはそう祈る必要があると思います。でもそれが本当にそういう悔い改めとそういう求めがある教会から神様を始めてくださると思います。この教会には上渇きを感じます。皆さんの求めも感じます。必ずもっとすごい奇跡が起こると思います。今はまあこのね結構広い建物ですが、すぐこれが狭くなりますよ。皆さんもっと広いところを準備してください。あっという間に何度も何度も礼拝しなきゃならない。信じますか。だいぶアーメンが強くなってきました。アーメン。じゃあお祈りしましょう。死の力を破って今日もここによみがえって共におられるイエス様、感謝します。あなたをあがめます。あなたは私たちのすべてのすべてです。私たちの一切の必要の答えがあなたの中にあることを感謝します。永遠の命も罪の許しも病の癒しも経済的な必要も天国の希望も死の恐れから解放されることも、あらゆる思い障りから解放されることも、イエス様あなたの中にあります。そのことを本当に心から感謝します。アメン。しばらく主の前に静まりましょう。ここによみがえって共におられる今あなたの前に立ってくださっているイエス様に心を向けてください。主を感謝します。ハレルヤ。今日あなたの必要は何でしょうか。イエス様はその必要の答えを持って今あなたの前に立ってくださっています。主よ、どうぞ必要を満たしてください。あなたはイエス様を救い主として信じていらっしゃいますか。今死んだら天国に行けますか。イエス様はあなたに罪の許しと永遠の命、神の子供とされる特権をお与えになってくださいます。これはイエス様があなたにくださる最も素晴らしいものかもしれません。あなたの人生で起こる最も素晴らしいことです。あなたの人生にもう起こりましたか。まだ起こっていなければ今日それがあなたの人生に起こる日です。どうぞイエス様、まだ信じてない人を今日信じてください。あなたの人生は今日から素晴らしい人生になりますよ。今日イエスキリストを信じたい、そう人いますか。ちょっと教えてください。手を挙げて、今日イエス様信じたい人いますか。皆さん信じてますか。イエスキリストを信じることはその人の人生で起こる最も素晴らしいことです。あなたの今日の必要は何ですか。病の癒しですか。今主から癒し受け取りましょう。今あなたが病んでいるところ、痛いところに手を置いてください。またあなたの家族やあなたの友達がもし病んでいる、その人のために今祈りたいならば、その人が病んでいらっしゃるところに手を置いてください。主よ、癒し主なる主を感謝します。あなたの力が今その痛みに触れてください。その患部に今触れてください。イエス様感謝します。イエスの御名によって命ずる癒されよ。すべての細胞よ、すべての骨骨よ、正常に戻れ。体の中にある病気に対する免疫力よ、アップしよ、高められていきますよ。イエス様、あなたは私たちの体を母の胎の中で仕組まれたお方です。私たちの体をどんなお医者様よりもよく知っている方です。どうぞその毛細血管の一本にまであなたが触れてくださって、健康な体を与えてください。
健康な方はさらにその健康を続けることができるように守ってください。主を感謝します。どうぞ癒しを与えてください。また印と不思議を行わせてください。主よ、この教会でもっと奇跡を見たいです。イエス様、人々がこの教会を、ああ奇跡の教会ねとそう呼ぶようになるように、どうぞ主よ、この教会であなたが働いてください。経済的な必要、今求めている人います。イエス様、その家計を祝福してください。その財布を祝福してください。会社を祝福してください。イエス様、感謝します。メン、恐れにとらわれている人います。イエス様、恐れは霊ですから、恐れの霊をイエスの御名によって命ず、出ていけ。ハレルヤ、主よ、神が与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と健全さの霊であると、主を感謝します。聖霊様、今心に向かいます。聖霊様、どうぞ私たちを支配してください。恐れの霊、憂いの霊、憎しみの霊、どうぞ今イエスの御名によって命じます。聖霊様、どうぞ光となって私たちの心の暗闇に来てください。聖霊様、今私たちの心の扉を開きます。心にはたくさんの記憶の部屋があります。苦々しい思い出、つらかった思い出、苦しかった思い出、そういう部屋がたくさんあります。今一つ一つの思い出をその部屋から解放します。すべての部屋の窓を解放して聖霊の爽やかな風を今迎え入れます。壁にかかっているその忌まわしい記憶の絵を今取り替えます。拭い去ってください。どうぞ許しの霊として、解放の霊として私たちの心の部屋に来てください。主を許します。あの人を愛します。主を感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。聖霊様、今一人一人触れてください。新しい息吹を持って触れてください。爽やかな風を吹き込んでください。主を感謝します。イエス様、感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。おー、イエス様、感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。素晴らしいイエス様、感謝します。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、ロー、ジーズス、感謝します。主を感謝します。どうぞ私たちの人生を、主よ、主権を持って導いてください。私たちの人生のあらゆる領域にあなたを王として、主としてお迎えます。すべての領域であなたが主権を持って与えてください。感謝します。もう一度、主よ、あなたの御前にすべてを捧げます。献身します。あなた方の清い体を生きた備え物として捧げなさいと捧げます。主よ、どうぞ支配してください、コントロールしてください。私たちの人生のすべてを委ねます。アーメン。主を感謝します。愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。アーメン。主を感謝します。それではどうぞ皆様お立ち上がりください。イエス様を賛美してまいりたいと思います。Thank you.